おはようございます。こんにちは、こんばんは。サロポンです。今日はですね、こちらの楽天 SIM をですね、 iPhone 12 Pro に入れて使用できるのかどうかっていうのをね、検証していきたいと思います。早速ですね、この楽天の SIM をですね、 iPhone 12 Pro に入れていきたいと思います。ということで SIM カードを入れたんですけれども、次にですね、設定をしていきたいと思います。現在ですね、 SIM カードを入れた状態になりますけれども、モバイル通信から、ネットワーク選択、まあこれは自動にしておいてですね、通信のオプションですね、こちらで音声通話とデータっていうのがあるんですけれども、こちらにボルテですね、こちらをオンにいたしましょう。はい。そしてネットワーク選択で楽天を選択しましたらですね、もうアンテナ線が立ってますね。うん。この状態で、サファリなどが使えるのかどうか見てみましょうね。はい。インターネットにも問題なくつながっておりますね。うん。次にですね、楽天リンクをインストールして電話番号の認証してみたんですけれども、こちらですね、使えるようになっていますね。うん。こちら電話番号の横にオンラインっていうのが確認できると思うんですけれども、これで確実に使えるようになっております。ということで楽天リンク使用できるという結果になりましたね。117の時報にかけてみて確認してみましょうか。はい、確実につながっておりますね。ということで iPhone 12 Pro では楽天リンクも使用できる、楽天カードの SIM カードも使用できるということが分かりました。今回の動画は以上です。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。サロポンでした。